サイゲームス。あ、なんだなんだ。熱血はちゃめちゃ大感謝祭。おい、これを見てるお前、ウマ娘宣伝担当のガルちゃんだ。はちゃめちゃグランプリはその名の通りはちゃめちゃしちゃうはちゃめちゃなグランプリだ。今から私がはちゃ馬について根節丁寧に教えてやるからよく聞くんだぞ。まずは競技を紹介するぜ。一つ目はバスケットダッシュステークス。4人がボールを奪い合うはちゃめちゃルールだ。ゴールが増えたり動いたり、こんなバスケ見たことないぜ。あ、次は馬どっちチャンピオンシップ。こいつはまさにバトルロイヤル。必殺シュートが入り乱れる超展開に置いてかれるのよ。どんどん行くぜ。お次はオードリーダービー。とにかくいっぱい運んでいっぱい食わせるんだ。うまそうなものがいっぱいだな。ゴリちゃんは食べる専門で。最後はファン大感謝祭大障害。あんなところやこんなところを走り抜ける。てか走っていいのか。まあいいや、私たちの全力引き出してくれよな。そろそろ出場するチームでも紹介するか。まずはチームコスモス。リーダーはスペシャルウィーク。続いてチームフリージア。リーダーはサイレンス鈴鹿。お次はチームリリー。リーダーはステルインラーブ。そして最後は私が所属するチームロッグ。どっか行ってようがリーダーだけど、私が影の支配者として君臨する予定だぜ。あ、他にも強力なライバルたちも参戦するとかしないとか。最後に紹介するのは物質モード。好きなように物質のカスタマイズができるぞ。お、結構自由にできるじゃねえか。わちゃわちゃしてるのを眺めるだけでも楽しいよな。おっとっと、もうこんな時間か。話してえことは山ほどあるが、今日はここまでだ。どうだ、楽しみになってきただろ。ウマ娘プリティダービー熱血はちゃめちゃ大感謝祭は2024年8月30日発売だ。いい子にして待ってるよ。マクちゃんは私が助けるんだ。ポチッとな。